ビューティア大祭は古代ギリシアの大祭で、デルポイの聖地に全ギリシアから市民が訪れて、開催されたアポローン神の祭儀である。大祭は8年に一度開催される音楽競技を奉納していたが、後に隣接し、重税を課す都市クリスタとの戦争に勝利してからは、体育競技を加え4年に一度の大祭に変更される。アポローンを称えるために芸術分野の競技や、後には、 オリンピア大祭と似て、全ギリシア的に祝われた四つの古代、競技祭典中の一つでもあった。デルポイアポローン神殿跡古代ギリシアの4、大競技祭典大祭が開催された、デルポイの地は、古くは、ピュートーと呼ばれ、そこには、第一女神、ガイアの代理、または、女神自身とも考えられる大蛇ピュートーンが住み、地域を支配していた。ピュートーには、ガイア、または、 テミス女神の託戦書があり、ピュートーンが悠久の過去より、これを管理していたとされる。しかし新たに訪れた神アポローンが、ピュートーンと戦い、これを打破して、聖地の支配権と託戦書を自分のものとした。ピュートーすなわち、デルポイの地は、アポローンの聖地で、託戦書となった。こうして、ピューティアーと呼ばれる巫女が、大地より吹き出す煙を吸うことで高骨状態になり、 アポロオン神の信託を告げた。この託戦は、堂々なにおけるゼウス人の信託と、同程度、あるいはそれ以上に有名で権威あるものとなり、ペルシア戦争の際に、アテーナイ氏は、いかなる対応をすればよいのか、信託に頼ったことでも有名である。ピューティア祭は、シセル大蛇ピュートーンに対する総霊協議より始まった、ともされる。ピュートーンの戦を担っていた巫女たちは、そのまま、 アポローンの神託を伝える巫女としてその地位に留まり、これがデルポイの神託へと続いていった。デルポイの劇場後デルポイ聖域のスタディオン起源前6世紀には、すでにピューティア大祭はギリシア全土で著名であり、最初はアポローン神を称えるにふさわしいよう、音楽と歌の創作、発表競技が行われていた。伝説では、このような競技はアポローンが ピュートーンのオロチを打破した時より始まっているとされる。それほどに古くからこの地はギリシアの中心として有名であった。デルポイはホキス県の南岸近くに位置し、その北東わずかな地点には、これもアポローンの聖地であるパルナースス山が控えていた。この山のふもとにはスタデオンと呼ばれる競技場やまた劇場があり、これらの施設が ピューティア大祭の際の競技の場に使用された。紀元前582年以降、ピューティア大祭は4年に一度、定期的に開催されるようになる。これは隣接するクリッサが、巡礼者へ通行の重税を課したことから戦争が起こり、クリッサ分最後戦勝祝いに、体育競技を加えて変更された背景が存在することによる。これを通じて全ギリシア的規模で祝われた4つの、 競技祭の一つとなり、オリンピア大祭の開催時期と調整して、オリンピック競技の開催年から2年後、あるいは開催予定年の2年前に、この大祭は開催されることとなった。音楽演奏の競技が最初に行われていたが、やがてキタラの伴奏付きの歌唱や、フルートの演奏、フルートの伴奏による歌唱などが加わった。さらに、演劇の上演コンクールや、 一夜三文作品の朗読競技が行われ、紀元前582年以降では、オリンピア大祭に倣って、各種の運動競技も加わり、また戦車による競争も加わるようになった。この戦車競技には粉砕されたクリッサの野がそのまま使われている。これらの数々の競技には、全ギリシアから参加者や、その見物人が集まり、古代ギリシアの国際親善のバトム機会ともなった。 各種競技の優勝者には、アポローンの聖樹であるダプネーつまり、月桂樹の葉で飾られた冠が贈られ、これを月桂冠と称した。およそ3ヶ月ほど続く大祭の開催中には、聖なるデルポイの平和が宣言された。この宣言で、競技参加者や観客など、大祭の参加者全員が、危険なく安全に自分の国からデルポイを訪問し、 再び安全に帰国できることが保障された。大祭の期間は市民集会所や市場が開かれ、多数の訪問者が費やす金銀はデルポイ氏にとって大きな収入源ともなった。またデルポイはこの期間各種儀芸や芸術の重要な交流の場となった。キタラとムーサチャリオット御者像デルポイ祭競技に関する証言記録や文書類は意図的な陰滅の暴力と 自然災害の結果、ほとんどが失われてしまった。残存している資料はいずれも、競技大会の栄誉や魅力を強調し取り上げている。アリストテレスの記録によって、大祭の概略が得られる。競技大会は6日から8日の間続き、アポロン神が、ビュートーンに打ち勝ち勝利を得た様子を再現する、聖なる競技から始められた。陽気で、魅力に満ちた祭りの信仰の中で、 アポローンの神殿において、大祭の犠牲の剣能式が行われた。祝祭の4日後、一般の競技が開始された。音楽演奏と演劇のコンペティションは、劇場で行われ、スポーツ競技は、デルポイのスタデオンで開催された。チャリオットレースは、ガガとして謙遜な、デルポイの山陽の景観も考慮して、近くのクリサの平野で行われた。音楽の技芸競技として、 以下のものがあった。デルポイの競技祭は名誉ある競技であった。競技の勝利者は賞金を受け取るのではなく、オリンピア大祭競技の場合に、オリーブの小枝を受け取るように、月桂樹の小枝を受賞した。時として競争の賞品としてリンゴが提供され、勝利者は象徴的なヤシの木の小枝をピューティア祭で受け取ることもあった。オリンピア競技祭でも似たようなことがあった。 特別な栄誉と称賛の贈り物として、競技者たちのため、彫像がまた捧げられた。とはいえ、勝利者が、自身の故郷のポリスで受け取る名声は、何にも比べがたく価値があった。各ポリスは、その代表である競技者が、競技祭でできる限り優れた成功を収めることが、できるよう、あらゆる手を尽くし援助を惜しまなかった。期限394年、ローマとビザンティンの皇帝である、 テオドシウス一世が、ピューティア大祭を、そのヒキリスト教的な性格ゆえに、異教神殿破壊例を出し禁止、そして、新域の崩壊に至る。ここに、千年近くにわたって継続していた大祭と、それに付随する全ギリシア的競技大会は終焉した。1600年後、ベルリンにおいて、国際デルポイ協議会が設立された。18カ国の代表が、 近代のデルポイ運動の創設者である J ・クリスティアン・ B ・キルシュからの招聘に応じた。こうして、第1回ジュニア・デルポイ競技1997年が、グルジアのトビリ市で開催された。さらにモスクワで、第1回近代デルポイ競技2000年が開催された。これ以降、第2回ジュニア・デルポイ競技2003年が、ドイツのデュッセルドルフで開催され、第2回デルポイ競技2005年が、 マレーシアのクチンで開催された。また、第3回ジュニアデルポイ競技2007年がフィリピンのバギオで開催予定であり、さらに2年後には韓国のチェジュ市で第3回デルポイ競技2009年が開催予定である。右写真は1997年4月の第1回ジュニアデルポイ競技においてグルジア大統領エドアルド・シェワルナゼを歓迎する IDC 初代会長。 エブン・エイ・イギー・ボーラ、ありがとうございます。